マーク・ジェイソン・クルームは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州出身の元プロ野球選手。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクスク出身。1991年に、ドラフト2巡目72位指名で、ニューヨークメッツに入団。速球派投手として知られ、プロ5年目のサンディエゴパドレス参加に、エイメンフィス所属時には、最速101マイルパーアワーを記録した。 その後もしばしば時速1 6 0トルを記録したものの、請求が悪く、また肘を壊しメスを入れたことで、メジャーから声がかからず、日本に出場機会を求め、2004年11月26日に横浜ベイスターズへの入団が発表された。2005年は牛島和彦の指導で投球フォームを改造する。重心を軸足に残して投げるようにしたもので、 この改造により長年の課題であった請求力が改善される。当初はセットアッパーとして起用されたが、佐々木和弘が離脱したのをきっかけに抑えを務めるようになった。この年の登場テーマ曲にはプライベートで面識のあるダディ・ヤンキーのレゲトンミュージックであるガソリーナを使用した。初めて9回にセーブのつく場面で登板した際には、 佐々木の登板を期待していたファンらは静まり返ったが、佐々木はメディアの前でクルーンを応援してあげて、とフォローし、クルーンにも気にすることはないと声をかけたという。翌日から守護神としてマウンドに上がるクルーンには歓声が送られ、後にそれがあったから今の自分がいると振り返っている。このエピソードからもわかるように来日当初は佐々木からよく面倒を見てもらっており、 自身がマイナーリーグに所属していた頃にメジャーで活躍していた佐々木を尊敬し、佐々木さんと継承で呼んでおり、俺は佐々木さんが帰ってくるまでストッパーを頑張るだけさ、が口癖だったという。日本球界を離れた後も、日本での6年間で最も影響を受けた人物として、牛島と佐々木の名前を挙げており、彼らのおかげで活躍できたと語っている。 佐々木はクローザーを任されていたものの、次第にリリーフに失敗する機会が多くなり、2005年8月に地元、仙台での巨人戦を最後に現役引退をしたが、その時に涙を浮かべてマウンドを降りる佐々木に真っ先に駆け寄っている。2006年は抑えに定着。しかし9月7日の対広島東洋カープ戦で、左電部を負傷、12日に登録抹消された。 登録抹消は来日2年目で初めてのことで、負傷明けの9月20日に、対一バロッテマリーンズ戦で登板、岸本秀樹クルーン、松江拓広氏、岡本直也のリレーで、ノーヒットノーランを記録している。なお、クルーンが湘南シーレックスで登板したのは、この1試合のみ。2007年は、チームの復調もあって、開幕から好調をキープ。 内転筋痛や股関節痛などを抱えて、シーズン終盤は息切れしたものの、3勝1敗31セーブの好成績を収めた。この年のチームはクルーンが当板した試合は39勝3敗1分と、好成績を上げており、クルーンが投げるとチームは勝つというジンクスが生まれた。シーズン最終当板となった10月8日の対東京ヤクルトスワローズ23回戦では、 時速 161km をマークするなど、圧巻の投球を見せ、試合後のヒーローインタビューでも、来年もベイスターズのユニフォームを着てプレーしたいと、涙ながら語った。しかし、契約交渉において、2009年限りで引退と宣言し、横浜の顔、クローザーとして、年俸4億点2年契約などを要求。これに球団が対抗して、クルーンの故障を、 スポーツ日本史にリークして、定年俸を要求するなど小競り合いが泥沼化し、横浜対談が決定的となった。11月30日付で自由契約が公示されると、12月4日には、ホームページに東京ドームの写真が掲載され、この時点で横浜対談、巨人入団が決定的となった。12月5日、読売ジャイアンツと契約したことを発表。 契約期間は1年間で球団側が2年間の延長を選択できるオプションを持つ。契約金は5000万円で年俸は3億円。背番号は横浜時代と同じ42となった。2008年は先発に復帰する上原孝二に代わってクローザーを務める。4月3日の対中日ドラゴンズ戦で遺跡後発セーブを挙げる。 4月27日の対阪神タイガース戦では9回裏に1点リードで、登板するが、万塁で、荒井高弘に、押し出し支球を与えてしまい、サヨナラ負けを喫してしまう。なおこの際、支球の判定をめぐって、ともより正人に暴言を吐き試合終了後に、退場処分を受ける。9月13日の対ヤクルト戦では、球団新記録となる33セーブ目を挙げた。 優勝が決定した10月10日のタイヤクルト戦では9回裏、2アウトから登板し、青木のリチカを2球で、セカンドゴロに仕留め、優勝決定戦を締めくくった。このシーズンは41セーブを挙げ、来日4シーズン目にして、初の最多セーブ投手のタイトルを獲得、移籍1年目で優勝に貢献した。巨人からの最多セーブ投手排出は、 1993年の石毛博以来15年ぶり。2009年は故障に苦しみ数度の登録抹消を経験したものの、46試合登板で1勝3敗27セーブ、防御率1.26とチームの優勝に貢献。非本塁打は1本、自責点は7に抑えた。9月1日の対横浜ベイスターズ戦で、登板前にユニフォームを忘れ。 広大をのせ番号72のユニフォームをつけて出場した。9月23日の対中日戦で3年連続リーグ優勝を決め、自身は2年連続の胴上げ投手となった。クライマックスシリーズ、日本シリーズでも守護神の役割を果たし、7年ぶりの日本一に貢献した。2010年は夏場に故障で離脱したほか、基本類打が5本、自責点が24点と、 いずれも前年より大幅に増加するなど打ち込まれる試合が増えた。7月18日の対横浜戦では3打席連続支給後にブレッド・ハーパーに逆転サヨナラ満塁本塁打を浴びるなど自身の乱調により星を落とす試合が目立つようになった。また8月18日には名古屋ドームでの試合前練習中に唾を吐きかけられたとファンに対して激怒するトラブルがあった。 9月に入ると、西武がつく、最終回で乱調になると途中降板し、山口哲也や落ち大輔などのセットアッパーが、クローザーを務める試合も多くなった。シーズン最終戦の10月8日の対ヤクルト戦では、勝てば2位破れば3位となり、4から3での9回表に登板するが、西から畠山和弘に、同点的時打を浴びると、10回表には失策と、 地球で2走者を出塁させて降板。その後を受けた高木康成が川本良平に決勝3段を浴びて敗戦、シーズン3位に終わった。最終的には25セーブを挙げたものの防御率は4点台と大幅に悪化してシーズンを終えた。度重なる救援失敗からクライマックスシリーズではファーストステージではチームはストレートの2連勝で、 ファイナルステージに進出したが、抑えは山口哲也に譲った。さらにファイナルステージでは、初戦と第4戦に中継ぎとして登板した。いずれも無失点だったが、同ステージ唯一の勝ち試合で、西部がつく場面でもあった第3戦には、登板しなかった。結局、この年の巨人は、打線は文句なしの成績を挙げたが投手陣が不審で、 先発投手では13勝を挙げたものの後半、打ち込まれた東野俊、同様に後半不振で一時な担ぎ降格となった内海哲也、前年15勝のディッキー・ゴンザレスは5勝止まりで、先発投手の崩壊やクルーン自身の度重なる、救援失敗で勝ち試合を落とすと、リーグ4連覇を逃すと同時に日本シリーズ進出も逃した。衰えが見えたことに加え、 シーズン終盤に自分が投げる時には2.3点差がついていると嬉しいと発言したことを報道陣から伝え聞いた渡辺常夫主筆が自分が出てきたらどんな状況であれ仕事をするのが抑えじゃないのかそれなのに野手たちにそんな要求をして安定もしないのに抑えたらポーズを決めて自分の手柄だいくら受け取っていると思っているんだクルーンはもういらによ と撃として批判したこともあり、巨人は翌シーズン以降の契約は更新しないことを通告。12月2日に対談が発表された。巨人では2003年以降抑え投手が固定できず、優勝できずに苦しんだこともあったが、2008年の入団後、2009年や2010年には故障離脱や不調があったものの3年連続で、巨人は抑えを固定することができた。 クルーン加入後の2008年と2009年もチームはリーグ優勝しリーグ3連覇を達成した。また2009年は日本一も達成した。抑えを固定できたことでリリーフ陣も安定し巨人は不審から脱出できたと言える。最終年の2010年は防御率4点台と不審だったものの25セーブを上げるなどそれなりに抑えの役割を果たしていた。しかし この年が日本での最後のシーズンとなった。2011年2011年1月24日、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ。スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、この年はメジャーに昇格することはなく、参加のトリプル A 級フレズノで過ごし、49試合の当番で2勝5敗20セーブ、防御率5.11、ホイップ1.64を記録。 オフに FA となった。2012年2月19日に現役引退を表明した。スリークォーターから日本プロ野球記録である最速時速 162km を誇るストレートと最速時速 151km で落ちるフォークボール、カットボールを武器とする。金本智明は印象深い投手にクルーンの名前を挙げ、速球を狙って2球連続で空振りしたのは クルーンだけと発言。荒れ玉投手である上、落差の大きいフォークボールを決め玉としていることから、子球や冒頭、ワンバウンドも多かった。その上、ピンチのシーンになると頭に血が昇り荒れを忘れることも多く、解説者からはしばしば安定感がない、落ち着いて見ていられないと言われる。一部のスポーツ誌では、クルーン劇場と評されていた。最後のアウトを取って、 試合に勝利した瞬間、両腕を頭上に上げて、天を見上げるパフォーマンスを披露していた。ジャパニーズネームは、高雪。これは、横浜時代にチームメイトだった、内川誠一と、村田修一が名付けたもの。背番号42に関して本人は、日本では不吉で縁起の悪い番号とされていることは、知っているが、自分は4月2日生まれであること、ジャッキー・ロビンソンの番号であることから、 この番号を気に入っている。特にアメリカではもう42をつけることができないため、日本で番号を付けさせてもらえるのは大変光栄だとコメントしている。ファンサービスに熱心に取り組んでおり、横浜スタジアムでの試合前には内野客席からファンが求めるサインに心よく応じる姿が目撃される。クルーン本人の弁によれば、少年時代にニューヨークヤンキースの選手にサインを 求めたが断られた経験があり、その時、僕がプロ野球選手になったら、子供たちにサインをしてあげようと誓ったためだという。アルファベットで書く、通常のサインの他に、漢字で、境遇もと書くサインもあり、本人も気に入っている。日本語もある程度喋ることができ、横浜時代バッテリーを組んでいた、相川領事保守とは相川が英語で喋ると狂うんが、日本語で返すという、 変わったコミュニケーションをとっていた。また、ダチョウクラブ、上島竜兵の持ちギャグで、帽子を取って回転させて、クルリンパというギャグをすることがあった。プライベートでも日本人選手との親交も多いという。かなりの変色で、マクドナルドのハンバーガーが好物。札幌ドームに遠征に行った際にはマクドナルドがなかったというだけで激怒しこともあるが、それはマックを取り上げられては、 本領を発揮できない。という怒りであったと思われる。食事は、ステーキ、スパゲティ、ピザのローテーションとインタビューで語っていた。日本食はほとんど食べられないが、牛丼だけは例外で、巨人の宮崎キャンプのテーブルにも、毎日延々とスパゲティミートソースと、ステーキが並べられていたという。横浜スタジアムの関係者食堂には、クルーミートソースという、 通常の半分量にした専用メニューのミートソーススパゲティがあり、巨人遺跡後も試合で横浜スタジアムに来るたびに食べに来ていたという。その横浜スタジアムでの試合時は徒歩でスタジアム入りしていため、最寄り駅の館内駅周辺に出没することでも有名だった。新城剛志が着用していた入り付きアンダーシャツの所持者であり、珍しい野球グッズを集めるのが趣味。右肩には、 漢字の芯をかたどったタトゥーが彫られている。マライア・キャリーの大ファンである。ドレッド好き。自身のグローブが他人に触れられるのを極端に嫌う。食事で焼肉に行った際は通訳が専用の網を用意した方がいいというほどの焼肉奉行で自分の段取り通りにならないと気が済まなかったらしい。ABCDE。 プロ野球カラー名館2008ベースボールマガジン社2008年16ページ ISBN 978から4から583615264元最速男クルーン氏が伝え忘れた感謝の言葉とは日刊スポーツ https://www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュコラムスラッシュ bankisha スラッシュニューススラッシュ 1847074.html2017 年7月1日日閲覧二千十一年六月十三日現代、ネット背番号十二のクルーンがピシャリ巨人。 横浜に15勝目。プロ野球。クルーンがぶち切れ練習中に観客と、コーロ論 MSN3K ニュース。2010年8月18日。18巨人ヤクルト本人のツイッターハット。2球連続で、空振りはクルーンだけ。金本監督から、監督談話日刊スポーツ2016年6月7日。くる。くる。クルーン。胴上げ投手。 スポーツ日本2009年11月8日、巨人悪夢の3位、クルーン劇場で、本拠 CS 消滅2007年3月7日、放送、三浦大介のエキサイトスタジアムズズッとすする、エルドレッド。マッコンリーの変色、クルーンらに見る、スケット選手と、日本食週刊野球太郎2017061312、00。ありがとうございます。